特に今オフちょっと透けててもいいですよねだって今夏のニットとかって薄字なので下地が透けちゃうなんて悩んでらっしゃる方はブラとインナーとニットこれだけで3枚重ねになりますけれども1枚着ていただければ汗取り効果もありますし透けてもきれいですし。 で、重ね着、ちょっと軽減してもらえる一枚。はい。ね、ね、こうやって、あの、透けてもね、おしゃれに着ていただけるので。で、脇の部分も、ちょっとこうやって見えても。これ、ね、全然、あの、おしゃれな感じで作らせていただいているので。はい。本当に、あの。これからのシーズンは、大活躍してくれると思います。汗かいても。これで、肩の部分。のところは。これぐらいあります。ちょうど。で、これは結構で。しっかりと。 このもうギリギリのところまで、ちゃんと、こううの脇取りのパッドがあるので。しっかりと汗も吸ってくれます。もうさっきから喋ってるの、ここら辺すごいてるんです。そうですね。一生懸命喋るとね、意外とポッポきますからね。匂いが、どうしよう汗臭いかなとか思う時あるんですけど。<laughs> 匂いが、どうしよう汗臭いかなとか思う時あるんですけど。 あの一枚で履いていただけるように、はい、あの透けにくいように、あの厚みがありますのでね。でボトムは、あの一枚で履いていただけるように、はい、あの透けにくいように、あの厚みがありますのでね。でこの薄さが、透けにくいので、ええ、本当になんか、あの気持ちよく着ていただけますし。すね、ウエストがとにかく、めちゃくちゃ伸びるんですよ。ええ、あれ、ウエスト伸びる。だから、たくさん食べても、はい、本当に、ね。だから 今ねちょっとスターになんてお話ありましたがあまりにも気持ちがいいのでもう家でパジャマにそのままね着たまま寝ていただいてもよろしいんじゃないか。だって今日の この価格でお買い求めいただきますと、2,300円一転たりしないので、そうなんですよ。えー、で家でこれも洗ってよかったですか？もちろんです。お洗濯。とにかくあの生地をたっぷり使っているのでワイドなんですよ。<laughs> そ,うそう、すっごくワイド。はい、で、もう、はい、サラサラしてるのはもう見ていただいたら分かると思うんですが、えーえー、お腹周りがとにかくすごく伸びる。これちょっとね、あのすごい伸びるんですよ。石川さんのそう前にある、えーはい、グレー。 例ええばさっえとお袖のあるタイプのトップスとかもあそうですね,ねはい二部袖のと二分袖と上下で着ていただもう涼しいからパジャマになりそうなんですよだってもう夏ってこういう感じで着ていただければこういう感じで着ていただければ。